はい。皆さん、こんにちは。下村武史でございます。今回、何やるかというと、今回はですね、抗生物質の中でも、サワシリンですね。これを確認していきましょう。まあ、今回挙げてる内容としては、サワシリンカプセルとか、サワシリン錠、そしてサワシリン砕流ですね。まあ、中身としては、アモキシリン水和物となってるんですが、これ、どんな特徴あるのかというですね、ことを確認していくということになります。まあ、抗生物質の中でも、たまにですね、このサワシリン処方されることあると思いますんで、サワシリンってどんなお薬なんですかってこと、これをしっかり把握していただいて、適切に使えるようになってください。それでは はいじゃあまずは名称から確認していきますが商品名はサワシリンそして一般名がアモキシリン水和物というふうになっていますでどんなですね在径規格があるかというとカプセル細量錠剤というのがあってカプセルは125と250がありますで細量については10%採量っていうのがありますねで味についてはオレンジというふうになっていますねで浄剤は250しか規格がないよという感じになっています じゃあ次は構造をですね、確認していくんですが、このアムキシリン水和物についてはですね、合成ペニシリン系に該当してるんですね。まあ薬効分類先に見てしまいますが、合成ペニシリン生代、これに該当しているということになります。そのことから構造中にはですね、ペニシリン系特有の構造がありますね。それがどこかというと、ベータラクタム管にですね、誤飲管がくっついていますよというね、まあこんな構造をしております。で、この、 アモキシリン水和物なんですが、これは合成ペニシリンというふうに言われてるんですが、どんなふうにね、合成過程で変化させたかというと、ベンジルペニシリンと言われるお薬があるんですね。で、このベンジルペニシリン。 これをですね、合成過程で変化させていると。じゃあ、どのように変化させているかというと、まず、網の木を導入しているんですよということですね。で、この網の木導入することによってどうなったかというと、網の木を導入することによって、グラム陰性菌に対しても抗菌活性を示すようになったということですね。なので、一部のグラム陰性菌に対して抗菌活性があるとされています。 あとは、水産機ですね。この OH を導入することによってどうなってるかというと、これによって、腸管吸収が良くなったということで、蛍光投与で効果を示すようになったと言われております。ということで、アモキシリン水和物に関しては、合成ペニシリン系というふうになってるんだけど、どのように合成過程で形を変えていったかというと、網の毛を導入することによって、グラムイン菌に対して抗菌活性を示すようにしたってことと、あとは水産機を導入することによって、蛍光投与を可能にしていったということ、このことをね、 知っといてもらうといいかなと思います。なので、沢リン、アモキシリン水野物に対しては、蛍光投用製剤。これがですね、よく使われているということになっているんだということ。このことをしっかり押さえておいてください。まあ、これがね、構造と薬効分類についてのお話ということになります。 はい。じゃあ次は何を見ていくかというと、次は薬効薬理作用基準、これを確認していきましょう。じゃあ今回見ているお薬なんですが、アモキシリン水和物というふうになってるんですけども、このアモキシリン水和物、これはペニシリン系の薬剤に該当します。じゃあペニシリン系の薬剤に該当するということからどうかというと、構造中にはベータラクタム管があります。まあ、先ほど構造を見たと思いますが、構造中にベータラクタム管、これがありましたね。じゃあこのベータラクタム管を持っているということから、ペニシリン系の薬剤っていうのはベータラクタム系の構成物質に該当するんですね。 のベータラクタム系の抗生物質でどうかというと、ベータラクタム系の抗生物質というのは、細菌の細胞壁。これの合成を阻害する。それによって、細菌を殺していく、殺菌的な作用を示すんですよ、というふうになってます。なので、ベータラクタム間持ってるお薬、ベータラクタム系の抗生物質でどうかというと、これに関しては、ペプチド差の過境形成を阻害することによって、細胞壁の合成を阻害する。それによってどうかというと、殺菌的な作用を示すんだとなってますんで、そのことを知っておいてください。 じゃあペプチドサの架強形成を阻害するというふうに言ってるんですがどうやって阻害するのかというとこのように阻害しています。ペプチドサの架強形成にはペニシリン合成タンパク質っていうのが必要なんですね。 で、このペニシリン合成タンパク質、これにベータラクタム管がくっついていくというふうになるんですね。で、それによってどうかというと、この PBP の機能が抑えられて、ペプチドクサの過境形成ができなくなって、そして細胞壁の合成ができなくなる。それによって菌が死んでしまう。殺菌的な作用が現れるとなってますんで、そのことを知っておいてください。 で、今回見てるね、アモキシリン水野物についてはどうかというと、広域ペニシリン、こういうふうに該当するんでどうかというと、この広域ペニシリンに該当することから、グラム陽性菌に加えて、一部のグラム陰性菌ですね、大腸菌とかインフルエンザ菌、こういったものに抗菌活性を示すよとされています。 ただ、ベータアラクタマーゼ酸性菌に対しては、抗菌活性がほとんどないとされてますんで、そのことを知っておいてください。まあ、菌によってはね、ベータアラクタマーゼっていうので、ね、酸性して、ベータアラクタムーのをプチンって切るやつがいるんですけども、そういったベータアラクタムーゼをプチンって切ってしまうような菌については、抗菌活性がほとんどないとされてるということですね。まあ、ベータアラクタマーゼというですね、酵素を酸性するような菌については、抗菌活性ほとんどないとされてますんで、そのことを知っておくといいかなというふうに、 思います。ということで、これが何かというと、これが薬効薬理作用基準となってるんですが、ベータアラクタム系抗生物質では細胞壁の合成を阻害することによって、殺菌的な作用を示すということ。このことを知っておくことと、あとは広域ペニシミについてはグラム陽性菌に加えて、一部のグラム陰性菌に対して作用を示すんだということ。これを知っておいてください。ただ、グラム陰性菌に対して効果を示すことがあるんですが、 ベータ・ラクタマーデ3世紀についてはほとんど抗菌活性ないということこのことも知っておくといいかなと思いますこれが何かというとこれが薬効薬理作用基準についてのお話ということになります はい。じゃあ次は適応症、不況方法、使用方法。これを見ていくんですが、適応症に関しては多くの感染症に用いられることがあるよというふうになってますね。皮膚感染症とかですね、中耳炎とか、陰頭炎とか、まあ、いろんな感染症に用いられます。あとはヘリコバクターピロリンの除菌なんかにも使われるとされてるんですね。で、まあ一般的な使い方としては、成人は1回 250mg を1日 3から4回使っていくということになりますね。で、適宜増減の項目があるということです。で、商人に対してはどうかで1日20から 40mg キログラムを3から4回に分けて使っていくんですよと。ただ、最大量決まっていて、1日 90mg キログラムこれを超えないことというふうにされてますので、まあそのこと知っといてください。なので結構商人に対しては大量に処方されることがありますね。1 0キロの子なんかでも 900mg。 出てくることがあります。10%正代で言 9g ですね。出てくることありますんで、まあ、結構ね、10kg というとですね、1歳ぐらいの子なんですけども、1歳の子に1回 3g というですね、まあ、そんな処方なんかが出てくることがあります。なので、結構ね、1回量多くなったりするお薬ということを知っておいてください。で、あとはね、ピロニの除菌についてはどうかというと、ピロニの除菌に関しては1日2回使っていくんですが、1回 750mg なんかを使っていくということになります。で、一緒に使うお薬としては、クラリスロマイシンとかですね、あとは PPI ですね、プロトンですね、 ポンプこれなんかを使っていくとされてますんでそのことを知っておくといいかなという感じになりますこれが適応症服用方法使用方法なんですが感受性器に対してですね多くの適応症があるということになりますね感受性器に感染しましたそれでですね咽頭炎起こりましたとかですねあとは中耳炎になりましたとかねまあそんな場合についてお薬使うことできるとあとはヘリコバクターピロリの除菌なんかに使うことできるんだということこのことを知っておいてもらうといいかなと思いますこれが何かというと適応症服用方法使用方法についてのお話ということに なります。はい。じゃあ次は近忌ですね。使うことできない場合なんですが、まず過敏症の人で使うことできない。あとは、伝染性胆核症の患者さんですね。使うことできないと、発疹の発現頻度を高めることがあるっていうふうになっているんですね。で、この伝染性胆核症なんですが、これどういうものなのかというと、これについては EB ウイルスですね。エプスタインバーウイルス。これによって誘発される感染症とされているんですが、その感染症ですね。になっている場合についてはどうかというと、投与することによって、 指針の頻度高めるんで使うことできないよという風にされてますから EB ウイルスによって発症する感染症ですねこれについて使うことはできないとされてますんでそのことを知っておいてもらうといいかなと思いますこれが近畿についてのお話ということになります はい。じゃあ次は総合作用を見ていきますが、総合作用についてはですね、薬力学的総合作用としては、アルファリンカリウムとの総合作用、そして薬物動態学的総合作用としては、経口貧乳薬、プロベネシドとの総合作用、これが報告されているという感じですね。ただ、併用禁忌薬ありませんので、使うにあたっては注意していかなきゃいけないということね。まあ、これを知っておいてもらったらいいかなと思います。一緒に使うことできないってものありませんので、まあ、使うにあたっては注意していってね、というね、そんなものが報告されているということです。 まず、ワルファリンカリウムについてはどうかというと、ワルファリンカリウムについては、アモキリン水圧を飲みましたと。で、それによって腸内細菌が死んでしまう。それでビタミン K 酸性ができなくなる。ビタミン K の量が減るってなった時にどうかというと、ワルファリンの作用が強まるということで、こうですね。 ビタミン K の酸性が抑制されることによって、ワルファリンの作用が増強することがある。なんでね、まあ、こんな相互作用ありますんで、注意していかなきゃいけないということになります。なので、ワルファリン投与中にアモキシリン水和物使うときに関しては、出血傾向に注意していかなきゃいけないとされてますんで、そのことを知っておいてください。では次は薬物動態学的相互作用なんですが、どうかというと、まず、傾向避妊薬についてはこうですね、アモキシリン水和物飲むと、腸内細菌、そうですね、これに変化が現れる。 それによって、腸管循環が阻害されるってことが起こるんで、注意していかなきゃいけないですよ、ということになってるんですねで。あとはどうかというと、あとはプロベネシドですね。これが尿細管分泌を抑制するというふうになりますんで、アモキシン水圧の効果を高めてしまうということから、併用する際には注意しなきゃいけないとなってますんで、このことを知っておいてください。これが総合作用についてのお話ということになります。 はい。じゃあ最後の項目として副作用、これを確認していきますが、まず主な副作用としては、発疹下痢、難便腹痛、こういったものが現れやすいとされている。あとはね、ヘリコバクターピロリの除菌に関してはどうかというと、その時については特に下痢、難便なんかを誘発しやすいとなってますんで、そのことを知っといてください。で、あとはですね、重大副作用、これ上がってるんですが、重大副作用としては、ショック、アナフィこういったものが現れたりとか、あとは薬剤アレルギーである、中毒性表皮、脂肪解症とか、皮膚、粘膜、眼症、抗腐、こういったものが現れてくることがあると。 あとはどうかというと血液障害ですね。下流球減少症とか血小板減少。あとは肝機能障害、腎機能障害。あとは大腸炎ですね。腸内の細菌ですね。これの バランスが悪くなることによって、大腸炎なんかが誘発されることあると。あとは、関性肺炎、抗酸球性肺炎ですね。こんなもの現れたりとか、あとは、無菌髄膜炎ですね。そんなものが認められることがあるとされています。なので、使うにあたっては、消化器症状ないかなとか、換気の障害とか、人気の障害ないかなとか、あとは、皮膚障害ないかななんてことを確認しながら、使っていく必要あるんですよとなってますんで、そのことを知っておいてください。ということで、ここまでが何かというと、ここまでが、沢リンについてのお話なんですが、沢しり、どんな特徴あるのかという アモキシーに水分物どういう特徴あるのかってことこれを把握してもらって適切に使えるようになってください。それではまた